こんにちはの皆様、アルテモフスク氏は戦略的及び運用上よりも象徴的であると、英国国防総省のロイド・オースティンの長は述べています。同時に、オースティン派、都市が最終的にロシア軍の支配下に入るかどうか、そしてこれが起こる可能性があるかどうかについての予測をすることを拒否しました。アルテモフスクの崩壊は、必ずしもロシア人が戦いの進路を変えたことを意味するわけではない、ドロイド・オースティン・ハゲンツァ、民間軍事会社 WAGNER の創設者である YEVGNI-PRIGOZHIN 派、グループの戦闘機が内をほぼ取り囲んでいると以前に言ったことを思い出してください。軍の司令官 YEVGNI-PDDUBNY によると、和解はロシア軍の管理下にある 40% です。以前、DPR の代理頭である YANGAGIN の顧問は、アルテモフスクで形成された大釜は、2015年にウクライナ軍が DEBALTSEVE に入った大釜と似ていると述べました。彼は、今ではほとんど全てがロシアの支配下にあると付け加えました。スペイン語版の ELPAS は、ウクライナ軍の軍隊がそこにいくつかの最高の旅団を配置したにもかかわらず、街で非常に大きな損失を数っているとか、少し前までは、いくつかの AFU グループが一度に増援としてアルテモフスクに到着しました。友人、チャンネルはあなたの注意を必要とし、財政支援は私たちを大いに助けます。説明の詳細。好きなものを入れて、チャンネルを購読してください。すべての場合。